どうも小屋です。僕は今和歌山県白浜町に来ています。今日はここ南紀白浜に気になるお宿があるのでやってきました。 XYZ スペチアーレというお宿に宿泊します。和歌山の海沿いの断崖絶壁に位置する全室離れの温泉宿で、2024年3月にグランドリニューアルされたばかりで、今日はどんな感じか楽しみでやってきました。では行ってみましょう。でこれからお宿に向かいますが、今いるのが目の前白浜駅ですね。アクセスは大阪から今回は特急黒潮で約2時間半かけてやってきました。東京方面からもアクセスが良くて、羽田空港から南紀白浜空港まで1時間15分なんですよね。でここ白浜駅もしくは南紀白浜空港から送迎で約20分でお宿に到着です。で白浜駅降りたらこの送迎車、これめっちゃ高級車ですよね。ロールスロイスでお出迎えしてくれます。ここから特別感が半端ないです。これもドアの開き方がすごいですよね。この左側から開くタイプ初めて見たこれすごい。ドアの横にボタンがついてて、押したら傘が出てきました。雨の日はこれも使えるってことですね。びっくり。さあ白浜駅から南へ車を走らせます。お宿があるのは白良浜海水浴場などがある白浜の中心エリアの方面ではなく、南側に行った少し外れの椿温泉というエリアです。市街地から離れてより自然の豊かさを感じられるエリアになっていくことが見ていてわかると思います。はい、到着しました。左手に XYZ スペチュアーレと書いていて、南国らしいヤシの木が上に生い茂って、さらに奥に海の景色見えますね。こっからも水平線が見えるわ。これはワクワクしてきました。では中に入っていきます。今回泊まる XYZ スペチュアーレは、冒頭で言った通り2024年3月にグランドリニューアルされたばかりの注目のお宿です。お宿の名前にあるスペチュアーレとはイタリア語で特別な上等のという意味であり、他では味わえない特別なステイを楽しんでほしいという思いがあるのでしょう。また XYZ というアルファベットにも特別な思いが込められていて、それは客室でどういう意味なのかご紹介しますね。お宿は約100メートルにわたる断崖絶壁に立地し、全室オーシャンビューの源泉かけ流しの温泉露天風呂がついており、素晴らしい泉質の温泉でゆっくりくつろぎながら絶景を楽しむことができます。この客室露天風呂がとんでもなくすごいので楽しみにしていてください。日中の青い海や夕方のサンセットに加え、夜には美しい月や星空を望むこともでき、ここでしか見られない素晴らしい景色をたくさん見られそうで楽しみです。食事もオーシャンビューで、和洋折衷の創作料理が品質がとても高いらしく、これも楽しみです。そしてエントランスから中に入ると、見てください、これ高級車のガレージのような空間に2台のフェラーリがお出迎えです。エントランスでこんな演出、他のお宿で見たことないですよ。早速お宿に入ってからのつかみでも、どんな素敵な滞在を演出してくれるのかワクワクしてきますね。で車の後ろにフロントがありますが、このお宿は完全プライベートを売りにしているので、チェックインの手続きも客室で行います。はい、では早速客室に行きます。客室はこっちの左手、ずっとまっすぐ行ったところ。コンクリート打ちっぱなしに植物のデザイン、この辺りからも普通の旅館とはちょっと違う雰囲気を醸し出していますね。でこのお宿は客室は全12室6タイプあって、上に行くほどラグジュアリーな客室になるんですけど、今回僕が宿泊するのは最も豪華なスペチュアーレオーシャンコーナー離れです。まあどの客室もオーシャンビューではあるんですけど、コーナーなんでより広範囲に海の景色を望めると思います。この端っこの扉から中に入ります。さあでは中に入っていきましょう。まずはここの扉を開けると、
テーブルと椅子があるんですけど、ここでチェックインの手続きをすることができるようになっているんですね。で、ウェルカムドリンクとかもいただくことができるようになってて、まあ、夕食もここではいただけるんですけど、お部屋の中のオーシャンビューのダイニングテーブルでもいただけるとのことで、ちょっとお部屋入っていきますね。はい、ではカードキーを出してオープンです。まず入ってここで靴を脱いでスリッパに履き替えて客室の中に入れるようになってて、この広々とした客室のスペースですよ。今日は2人で泊まるんですけど、2人ではちょっともう広すぎて持て余すぐらいのお部屋の広さを誇ってまして、これ壁はコンクリート打ちっぱなしの作りになってるんですね。旅館としては結構珍しいですよね、このタイプは。ひとまず細かいところを見る前に全体をざっくりと見ていきましょうかね。まずこのソファーが本当に大きい。2人で思いっきり足を伸ばしてそれぞれ端っこでゆっくりとくつろぐことができるぐらいの広さを誇ってます。こっちの左手にもソファーがありますからね。そしてここが小上がりの和室スペースになってるんで、まあ、旅館というふうにも歌ってるわけですから、この和の雰囲気も楽しむことができるようになっているんですよね。このお布団マットレスのサイズ感も相当大きくて、とっても快適そうですね。壁には自然を感じられるアート作品も飾られています。で、大きなテレビも壁付けでついていて、この辺りにはテーブルで、一気にこっちまで行っちゃいましょうかね。まずはこの扉の先にこんな感じで、ここにもダイニングテーブルがあって、ディナー朝食をプライベート空間でいただけるということですね。いや、素晴らしいですね。これ完全にオーシャンビューの素晴らしい景色を眺めながらお食事を楽しめるっていう贅沢っぷりで、真ん中にはちょっと遊び心のある置物も置かれてますね。こっちの右手の扉から入ってきてお食事を配膳してくれるので、プライベート空間のこっちの右手側はスタッフさんが入ってくることがないっていうプライベート性も完全に保たれる工夫があるんですよね。で、こっちの正面の扉を開けてみると、うわー、これはすごいわ。目の前ズドンと大海原が広がっています。この荒々しい感じがいいですね。やっぱ断崖絶壁のところに立っているお宿なだけあって迫力がすごいですよ。ちょっと今日風が強いんで風の音も入ってるかもしれませんけど、で、いろんな宿泊まってきましたけど、このお部屋から真正面を見ることができるお宿っていうのはたくさんあると思うんですけど、これ左右に240度にわたって海の景色を望むことができるっていう贅沢っぷり、まあ、これね、なかなかカメラだと伝わりづらいんですけど、肉眼で見ると240度に広がってるんで地球が丸いんだなってことがわかるんですよね。こう見ていると、まっすぐじゃなくてちょっと左右が曲がってる感じ、それぐらい広々と眺望を楽しむことができます。まあ、奥の方とかちょっとこう行き交っている船とかも見えているんですよね、太平洋。で、海はもちろん綺麗ですし、左下には素敵なお庭も見えているんですよね。毎日しっかり整えられた綺麗なお庭で、これも見応えがありますよ。いや、こんな素敵な景色を眺めながら優雅なひとときを過ごせそうですね。これはね、実際にここに優雅に過ごしてる人がいます。とすこさん。はい、おなじみの YouTuber とすこさんです。今日はあれですね、パーカーの色がいつものベージュと違って紺色に変わったんですね。あ、そうですね、ちょっと、はい、ね、このソファーの色と合わせてきたんですね。あ、そうですね、お揃いお揃いはい、今日も楽しみます。よし、で、もう一回戻ってきてこっち、なんと左手にも扉がついてて、これすごくないですか。客室の中にある設備とは思えない、パブリックスペースじゃないかってね、最初ホームページの写真見た時思ったんですけど、これを2人で独占して使うことができるっていう贅沢っぷり。もちろんここからも素晴らしいオーシャンビューを見ることができるんですよね。これでかすぎでしょ、ソファ使い切れないぐらいのサイズ感のソファがこうやって並んでるんですよね。で、このゆりかごのような椅子にゆらゆら揺られながら静かに波の音だけを聞いてゆっくりとくつろぐことができるっていうことですね。素晴らしい。
まあでもこういうオーシャンビューのホテルでも結局は何かしらの人工物があるケースが多いと思うんですけど、ここは本当にもう自然しか感じるものがありません。天気のいい日はこっちの方面にサンセットを望めるみたいなんで楽しみですね、これ夕方が。で、一回客室に戻ってきて、こっち側に露天風呂があるんですよね。こっからも行けますし、こっちのダイニングからこの扉ですね、入ることができるようになってます。この露天風呂がすごいんですよ。まずここにシャワーがこんな感じでついてて、この大きな岩をくり抜いた浴槽もすごいですよね。わあ、ツルツルですごい肌触りがいいわ。まあ、温泉は流しっぱなしなんでいつでも浸かることができます。そしてこのお宿の魅力の一つ、これがね、あれ何も見えないじゃないかって思ったと思うんですけど、なんとね、このボタンを押すとこんな感じで開閉式になってるんですよね。この上もオープンな状態、そして目の前もオープンな状態にして、オーシャンビューの景色を望みながら温泉に浸かることができるということです。なんて素晴らしい。これはまあ、やっぱりこういう眺望を売りにするお宿はね、なんだかんだオーシャンビューって言っても、こう奥の方に例えば釣り人の人とか海遊びをしてる人とか、まあ、船とかもね行き交ったりすることがあるんで、どうしてもこう眺望を隠してしまったりすることも多いと思うんですけど、ここのお宿はこうやって自分で選ぶことができるっていうのが素晴らしいですよね。で、目の前の海の景色はもちろん、これ天井もオープンな状態になるんで、夜は星空もお風呂に浸かりながら楽しむことができると思います。いや、この開閉式っていうのは初めてのケースだから楽しみだな。で、オーナーさんがこの客室露天風呂の最終進化系はこれだろうと、露天風呂にもできるしプライベートな空間も保つことができるしという理想な形を再現できたことから、最終進化系アルファベットの最後である XYZ と名付けているわけですね。いやー、早く温泉浸かりたいですね。で、もう一回客室に戻ってきて細かいところを見ていきましょうかね。ここはテーブルがあって、まあ、海沿いはねどうしても虫が出ちゃうこともあると思うんで、この辺は殺虫剤も置かれていますし、ここがお化粧台ですかね。ドライヤーがこんな感じで置かれてあって、裏にコンセントもありますし、ここにはお花も飾られていますね。これもライトがしっかりこのボタンを押すと多分つけられるようになってるんですね。こんな感じで、あ、照明の色も変えられるようになってます。光の強さとかもね。これさっきダイニングのところに椅子置きっぱなしだったんですけど、ちゃんと椅子もこんな感じでありますね。で、空気清浄機があって、テーブルの上にもこれ飾り物が可愛らしく置かれていて、各種リモコンがあって、で、こっちの奥の方は見てみると、ここにポットやカップが置かれてますね。まあ、この辺にはお茶であったりコーヒーがサービスであります。で、冷蔵庫が下にありまして、開けてみると、あ、キリンビールや氷結が置かれてて、多分これは見る限りドリンクの料金用とかがないからインクルーシブサービスだと思いますね。右下にはお茶とお水もあります。で、この隣、ここ扉開けられるのかな、オープンするとこんな感じでクローゼットスペースになってます。で、こっちの畳は両サイドにこんな感じでコンセントがちゃんとついてますし、この手元でボタンを最後照明も消すことができるようになってるんでいい感じですね。で、もう一回玄関のところ見てみると、室内用のスリッパもこんな感じでちゃんと準備されていますね。で、こっち側の扉入ってみると、ここが水回りのエリアですね。浴衣が準備あります。下には羽織物もあって、で、その下、これがバスローブですね。バスローブもしっかりとあります。で、右手に各種タオルがこんな感じで一通り揃っていて、下には扇風機とか体重計とかもあるし、この洗面台もすごいな、自然を感じる石が使われていて高級感がありますね。この辺にティッシュやコップや拡大鏡、そして左右に大きな鏡もちゃんとついてますし、ここにもドライヤー、シャープのナノイーのやつが置かれてますね。
あとはハンドソープや各種アメニティも一通り揃ってますかね。ミニボトルタイプでこれポーラのやつが置かれていますね。シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーで、こっちの左手にも浴槽があるんですけど、なんとここも水道をひねったら温泉が出てくるみたいです。素晴らしい。露天でも温泉楽しめて、こっちの宇宙でも温泉楽しむことができると。でインルームにもシャワーがあるので、本当に寒い日とかはこっちのインルームで体温めるっていうのもできそうですね。でここの隣にまた扉があって、この先にこんな感じで広々トイレがあります。はい、じゃあ今日はこの客室で一泊します。これまた今までに体験したことがない本当にスペシャルなお宿ですね。この開閉式の露天風呂っていうのはあるようで本当に今までないというか、やっぱりせっかくこの素晴らしい大自然が目の前にあるんだったら、その景色を楽しめるときは楽しみたいですし、まあ、プライバシー性も含めて自分でそれを選択できるっていうのが最高ですね。で夜のサンセットタイムはここのダイニングでプライベート空間で海の景色を眺めながらお食事ができる、その瞬間も本当楽しみですね。でこの客室料金ですが、スペチュアーレオーシャンコーナー離れ、お宿の中で最もラグジュアリーな客室で、2名室2食付きでだいたい14万円台からです。1人当たり7万円台からということですね。まあ、ここの XYZ スペチュアーレは高級宿ということで、完全ハネルのプライベート空間でプライベートダイニング、プライベート温泉を思いっきり満喫できる贅沢な客室ということを考えれば、それぐらいの値段はするかなと思います。ただ近くにあるもう一方の施設、 XYZ プライベートスパ&シーサイドリゾートの客室であれば、同じように開閉式の客室露天風呂がついていて、リーズナブルな日だと1人1万円台から泊まることができるみたいです。まあ、そっちもね、せっかくなんで後で客室見せていただけるので皆さんにもお届けします。まあ、この後はちょっとウェルカムドリンクをいただいたんで、そのドリンクを飲んでから、この XYZ スペチュアルの他の客室と、もう一つのリーズナブルな施設な方の客室見に行ってみます。はい、でチェックインの時にウェルカムドリンクが出てきました。まあ、中で提供はされるんですけど、せっかくなんでこっちのテラスに出てきていただきます。梅ドリンク、はあ、酸味と甘みがしっかり出ててうまいっすね。いいね、このチェックインした瞬間から和歌山らしいドリンク。いやー、もうチェックインした瞬間からこの波の音、自然を思いっきり感じる空間で、一気に非日常ですね。はい、で他の客室、ここがスペチュアレスタイルサウナ付きの客室になりますね。僕が泊まってるお部屋と間取り自体は同じような感じで、ちょっとカラーリングが違いますね。でサウナがどこにあるかというと、こっちの水回りの方です。ここの扉の先にバスタブ、ここまで同じなんですけど、この隣にこんな感じで贅沢にサウナがあります。いや、サウナ好きはこの客室いいですね。でこの客室がスペチュアーレスタイル離れ、サウナがついてないタイプですが、まあ、やっぱカラーリングがちょっとここは変わりますね。ブルーが基調になってます。で次の客室、ここがウエスタンスタイルリアルオーシャンビュー&ガーデンビューという客室タイプになります。僕が泊まってる客室よりちょっとコンパクトな客室になるので、こっちの方がリーズナブルですね。まあ、右手に水回りがこんな感じであるのは一緒の作りで、で奥に行くと右手に自動開閉式の露天風呂、そして左手にはダイニングテーブルがあって、この先にバルコニーがついてます。いや、この客室からも素晴らしいですね、景色が。ここはオーシャンビューとガーデンビューも両方楽しめる客室。いや、お庭の作りもやっぱ綺麗ですね。でここがスペチュアレフォレストコーナー離れというタイプの客室。まあ、中の間取りは僕の客室と同じ感じですね。こうやってテーブルもあって、そしてここがすごいのが、この左手側に扉があって、ここ抜けていくと、僕の客室は海側にせり出した広々バルコニーがあったんですけど、ここはこんな感じで森の中に
入っていくかのような通路、階段があって、こっち側にくつろぎのゆりかごやソファーなどが置かれているんですよね。これはこれでまたすごいですよね。こっち側にもソファーが置かれていて、木々の向こう側に海の景色がこうやって見えてるわけです。このちょっとなんか切り取られたような形してますけどね、木の枠組みで、この先断崖絶壁の大自然、海の景色が目の前に広がってるわけです。いやー、この客室もすごいスペシャルな感じですね。圧巻だ。この客室のバルコニーからの景色はこんな感じ。まあ、お庭はここは見えないんですけど、この岩がむき出しになった荒々しい海の景色と、左手すぐに目の前、緑の森がズドンとあるわけですね。この景色もいいですね。どの客室にするか迷いませんか、これは。で、この XYZ はもう一つの宿泊施設があって、 XYZ プライベートスパ&シーサイドリゾートという、こっちの方がちょっとリーズナブルな価格設定なんですよね。で、到着したらこんなバギーで客室まで連れてってくれるみたいです。断崖絶壁で坂が急なので、こんな感じでバギーで下にあるエントランスに連れて行ってもらいます。で、客室を一つ見せてもらったんですけど、ここがシーサイドウィングのウエスタンスタイルという客室になりますね。で、こっちの宿泊施設もこれ中十分な広さがこんな感じでありますね。この2人一緒に寝れるサイズの布団が敷かれてあって、こっち左手は水回りかな、まあ、外に露天風呂ありますけど、こっちにもバスタブシャワーがついてて、で、右側ここがトイレがあって、奥に行ってみるとテレビ、冷蔵庫で、ソファーもこんな広々あって、こっちですよ、左手、あ、露天風呂が見えてます。で、さっきの施設と同じように、これはボタンを押すとこんな感じで完全にオープンな状態にすることができるんですね。いやー、この開く瞬間のワクワク感がやっぱいいですね。素晴らしい。で、この施設の方が多分さっきの施設よりも海に近いんで、より海、波音を身近に聞きながら温泉に浸かることができますね。いやー、いいね。こっち側にはゆっくりとくつろげるチェアも置かれていますし、いや、すごいですね。本当にこれ目の前にプライベートビーチがこんな感じでありますからね。街中の喧騒を完全に忘れられる空間です。で、ここの客室だったら1泊確か4万円か5万円ぐらい、1人当たり2万円台で泊まることができるんで、これはリーズナブルですよ。で、もう一部屋見せてもらいました。ここが改装したお部屋みたいですね。右手にバスタブシャワーで、左手がトイレかな。離れという客室になるみたいです、シーサイドウィングので。入るとこんな感じで白を基調としたお部屋になってて、また全然さっきと客室の印象が違いますね。もうカジュアルな感じで、すごい明るい雰囲気ですね、海沿いのお宿らしく。で、こっち側外出てみるとベランダ、バルコニーがあって、で、こんな感じで海の景色ちょっと斜めから眺められるようになってるんですね、ここは。そして露天風呂はこっち側にあります。ここも広々露天風呂、丸型で思いっきり足伸ばして大人2人でもゆっくりと浸かることができるぐらいのサイズの浴槽があって、こっち側にはソファー、そして開閉式でオープンな状態にすると海の景色目の前にしっかり見えてます。いや、これピクチャーウィンドウのようにやっぱ美しいな。で、ここのお宿はこんな感じで階段があって、下のプライベートビーチ、さっき見ていたところですね、降りていくことができます。あ、下には椅子とかもこうやって置かれているんで、まあ飲み物とか食べ物を持って行ったりして、あそこでゆっくりとくつろぐのも良さそうですね。で、ここの施設はこの目の前のレストランでお食事をいただく形で、これ上が多分天井開けられるようになってて、天気がいい日はこれ完全に開放した状態にして
バーベキューをここのスペースで楽しむことができるみたいです。ここも楽しそうですね。さあそれではお楽しみの温泉タイム行きましょうか。もちろん完全オープンな状態にして入ります。はい、今使っていますけどこれめちゃくちゃ気持ちいいですね。想像以上に素晴らしい温泉ですよこれは。というのも泉質がこれめちゃくちゃとろみがあって、入った瞬間に肌触ったら本当にすべすべとろとろなんですよね。で若干こう硫黄の匂いも発していて、温泉地に来たなという気分も味わうことができますね。まあ見た感じはね普通のこう透明の色合いなんですけど、本当もとろみがすごくてびっくりしましたね。泉質も素晴らしい。でこの海沿いで硫黄の香りがする温泉っていうのは結構珍しい方だと思うんで、和歌山だったらね那智勝浦とかも硫黄泉なんですけど、意外と和歌山は本当泉質のいい温泉があるんですね。白浜の温泉よりもこっちの泉質の方が個人的には全然いいと思いますね。いやびっくりって言わずもがな、こっち側奥の方には海の景色が見えていますから、この波の音が本当に心地よく耳に届いてきますね。さっきまで風強かったんですけど、ちょっと風が穏やかになってそよ風がなびいてくる感じも気持ちいいです。いやあったかくなった季節でもこうやって風がでもしっかり吹いてくると体が涼しい感じで温泉が気持ちいいですね。ほんと波の音以外物音が一切聞こえてこないんで、完全なるプライベート空間で非日常最高っす。せっかくなんで白浜駅で買ってきたご当地ジュース蛇腹サイダーをいただきます。あーやばい、これ泉質がトロトロすぎて蓋開けてねいただきます。うまっ。いや酸味がしっかり効いて、蛇腹の柑橘のほんのりとした甘みがたまんないですね。やっぱり温泉に柑橘系のドリンク最高。いやー最高すぎるわ、この海の絶景、そして沈みゆく太陽、サンセットを望みながらの風呂上がりのビール、これは至福だ、うますぎる。はい、では夕食の時間になったんで、これから6時からディナータイムです。こんな感じでちょうどよくサンセットを望みながらいただけそうです。めっちゃいい雰囲気だ。ここだな。ドスコイさんは逆光で見えてないですけど太陽は綺麗に見えてます。ドスコイですで、メニュー表がこんな感じで置かれています。お献立、前菜から最後のデザートまで楽しみですね。メインは黒毛和牛 A5 ランクって書いてます。で、これがドリンクメニューですね。右手にビール、シャンパン、焼酎、日本酒、ウイスキー、梅酒が、これ和歌山らしい南高梅酒とか完熟みかん梅酒とかがありますね。この辺ちょっと飲んでみようかな。で、こっちにはワインセレクション、表面にスパークリング白ワイン、そして裏面には赤ワイン、結構たくさんの種類がありますね。で、こっち側にも特別なシャンパン、そして和歌山の地酒も一番左手あります。見て、最初に頼んだのがこれが南高梅酒ですね。ドスコイさんは完熟みかんの梅酒です。で、一皿目のお料理ですね、こちらカリフラワーのブランマンジェといたしまして、ちょっと新しい感覚のお作りをイメージして作らせてもらってます。で、下の方にはカリフラワーのブランマンジェと自家製のポン酢のジュレを流して、
でその上に地のカンパチ、それから本日はホタテ、ホタルイカと、それが食感ちょっとプチプチとした食感がいいのでトピックを添えてます。で上にはポン酢のエキュームといいまして、泡状のポン酢を上にかけておりますので、一緒にスプーンですくいながらお召し上がりください。はい、じゃあ乾杯です。目の前に夕日を眺めながら、なんて言うが乾杯だ。乾杯。うわ、梅ってこんなに甘かったっけってぐらい甘いわ。さすが南高梅酒。いや、うまいわ。めっちゃ濃厚な甘さ。それどんな感じですか。もうほんとみかんと梅、もうそのまんま、うん、和歌山の魅力全部詰まってますね。濃厚な甘さ。うん、そうですね、甘いですね。うんうん、いやー、しょっぱなからこれすごいですね。目でも楽しませてくれるお料理で、わあ、これブランモンジェをこれどけてみるとすごいお魚が出てきた。こりゃどんな味か楽しみだ。まずはカンパチですね、多分これ。いやー、このブランモンジェの洋風な風味に中に和風のジュレがかかってるんでね、この和洋がちょっとこう融合したような味になっててね、最初はこうクリーミーな洋風の味かなって思ったんですけど、後でこう出汁が効いてきて、でこのふんわりとしたブランマンデの食感とともにお魚の旨味がじゅわーっと広がっていきますね。これはうまい。中にこのつぶつぶイクラみたいなのが入ってるから、これがこうプチプチっとどの食材食べても広がっていくから、また贅沢ですよ。このつぶつぶはイクラじゃなくてトビコですね。イクラよりも粒がちっちゃい。ホタルイカもうまっ。ホタテも入ってる。いやー、これは贅沢ですね。この和洋が融合した前菜お作りの出し方っていうのはね、なかなかこう今まで日本の旅館で味わったことがないんで、新しい味わいで、これはお食事も楽しいですね。いやー、そして和歌山のこの梅酒も最高。じゃあ2皿目のお料理はですね、鮎を丸々使ったお料理ですね。身の方はですね、しっとりと焼き上げた後にパートブリックと言いまして、ちょっと春巻きよりも少し薄い衣を包んで焼いたものですね。で、周りに中骨、頭、それから尻尾をフリットにして軽く塩したものを添えてます。で、周りの緑色のソースが春菊を使ったピューレになってます。少し苦味のアクセントですね。で、周りの3点ちょっと茶色っぽいおソースの方がですね、鮎の肝、内臓、それから頭、中骨、ね、全て混ぜて作った肝のペーストですね。こちらもつけて一緒にお召し上がりくださいませ。いや、またすごいの出てきましたね。これは魚のそれぞれの部位を違う形で調理してて、盛り付けもやっぱ洋風なちょっとフレンチ的な感じで見栄えがいいですよね。緑のソースとかにもつけて、あ、これめちゃくちゃうまいですね。これも、うん、この周りが本当に説明した通り春巻きよりもかなり薄い生地になってて、こう油が全然くどくないですね。にもかかわらずサクッと食感で楽しむこともできて、ちょっとこう香ばしい香りとともに中にある鮎もね、身がぎっしり入ってるからお魚の風味もしっかり味わえて、めっちゃうまいですねこれ。いや、調理方法がすごい。ソースは本当にさっぱりめでお魚の旨みをしっかり邪魔せず引き出してる感じですね。いや、川魚ってちょっとこう苦味とか出ると思うんだけど、全く苦味もないですね。すごい、めっちゃうまいな。で、この骨の部分もちゃんとサクサクに揚げられてる。うん、うまい。いや、この骨のサクサク感たまんないな。お酒のつまみとして最高すぎるわ。お酒進む。これはいい。普段のおやつで欲しい。このサクサクの。いや、でもこの今まで食べた川魚の創作料理で一番うまいかもしれない。絶品。これどうですか、うまいですか。いや、やばいっす。やばいっす。もう創作料理ですね。もう僕の好きなこの肝が入ったソース。あー、もうたまらないですね。あー、このソースがね。おいしいわ。来てよかった今日。じゃあ、ハッスンがですね、一番奥のグラスの方がですね、牛ハツを使った旨煮というものですね。
で下の方にアンディーブとタイトものですね、を下に引いております。でそのちっちゃい切り子に入ったものがですね、地元の漁師さんにいただいたアオリイカの細作りとなってます。で周りに少し旬の純菜を散らしてますので一緒にお召し上がりください。で最後手前がタケノコの若竹にですね、こちら地元の椿取れたてのタケノコと、それから地元の一羽目ワカメですねを使った若竹になっております。ではまずは熊野牛ハツの馬にハツですね。あ、うまいっすね。こうハツは牛の心臓部分だと思うんですけどね、なんかこうレバーのような独特な臭みがあるのかなって思ったんですけど、そんなこともなく、こう臭みは全然こうないですね。お肉の旨みがちゃんとさっぱりとした風味で味わえてうまい。でこれがアオリイカですね。お作り、あ、すごいそうめんみたいな感じになってる。これのど越しよくつるっと入っていきましたね。この甘みがしっかりあるイカ、ほんのりわさびの風味もしてうまい。これもさっぱり出汁が効いてる感じで、わかめとタケノコかな、うん、この辺、まあ、和歌山こうやって海の幸も山の幸も楽しめる食材の宝庫ですね。ご飯の途中ですけど、今ちょうど海の水平線に綺麗に夕日が沈んでいく時間になりました。6時50分頃ですね。いやーでもこれ下の方ちょっと雲がもしかしたら厚いのかなって思ってはいたんですけど、結構下の方まではっきりと太陽が見えていて美しいですね。オレンジのこの光が上の方まで放たれていて、これ太陽が沈んだ後のトワイライトの景色が綺麗に輝いていそうですね今日は。やっぱこの外に出てくると心地よく響いてくる波音がいいですね。このサンセットを眺めながらお食事も楽しめますし、ちょっとスタッフさんにサンセット撮りたいんで外出ていいですかってさっき言ったら、あーどうぞご自由にっていうところで、自由にこうやってオープンエアでサンセットも見ることができるっていうのは本当に贅沢な客室での滞在ですよね。次は日本酒を注文してみました。地酒で黒牛ってやつですね。ありがとうございます。トスコさんに入れてもらいます。あ、めっちゃいい感じに。ありがとうございます。黒牛、はい、では次のお料理ですね。これから旬を迎えるトウモロコシを使ったトウモロコシの揚げ出しですね。で上の方に北海道のズワイガニ、カニ味噌と和えたものを上に乗せてます。で上に焼きトウモロコシですね。でちょっと春なので今は周りに少しそら豆、旬のものを添えてますので一緒にお召し上がりください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。トウモロコシ豆腐、あーすごい、これもっちもちですね中のこのトウモロコシ豆腐が。いやそこに贅沢なカニの風味もしっかり広がっていく。で出汁も、私もなんかこううどんのつゆのようにさっぱりとした味わいだけど、ちゃんと旨味も凝縮されてますね。これは日本酒と合うぞ。いやーうますぎるわ、この出汁と日本酒の組み合わせ最高。次お魚お料理ですね。こちら金目鯛のポワレです。で金目鯛をしっかり焼いた後にですね、上に夏野菜とチョリソーを入れたコンデュモンといいまして、自家製で作っている調味料みたいな意味合いがあるんですけれども、そちらを添えて、で上の方にジャガイモのフリットですね、細切りにしたジャガイモを一度揚げたもの、食感のアクセントに添えてます。で手前にはバジルのソースを添えてますので、食感ちょっと爽やかなソースですね。はい、一緒にお召し上がりください。ありがとうございます。これダイニングから見るトワイライトの景色めっちゃ綺麗だわ。グラデーションが美しすぎる。さあ金目鯛出てきましたね。ソースにつけて、いや、やっぱ金目鯛はジューシーですね。でそこにこのバジルのソースなんでね、金目鯛にこの洋風なテイストっていうのはね
あんま経験がないんで、これもまた新しい面白い味わいですね。上に添えられてるのもこれチョリソ、ちょっとトマトっぽい風味がするんで、これはかなり洋食寄りのお料理ですね。で、上にこのサクッとジャガイモのフリットが乗ってるんで、サクサク食感もいいアクセントになってますね。うん、うまい。これはお魚料理だからまた日本酒が進むわ。じゃあ肉お料理ですね。まず黒毛和牛 A5 ランクの桃の部位を使用しております。桃をじっくりじっくり長時間時間をかけて低温でローストしたものですね。で、付け合わせのお野菜がズッキーニで、赤パプリカと黄パプリカ、それからヤングコーン、それからジャンボインゲンですね、それから龍神の椎茸になります。で、ソースの方が少しカカオの粒のあるカカオですねを入れた醤油ベースのソースですね。で、手前の方にソースで使っている湯浅醤油のもろみですね。それからちょっと黒いペーストがカカオのペーストになってますので、一緒にいろんなバリエーションでつけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。ではメインディッシュいただきます。黒毛和牛 A5 ランクで、このナイフもこの有名なメーカーのやつですね、ラグイオール、ちょっと読み方わかんないですけど、いやこれも見た目がすごいな、めちゃくちゃうまそう。綺麗に焼き上げられてますね。いやーうまい。もも肉なのにしっかりと柔らかくて、噛みしめるごとに赤身のうまみが広がっていきますね。これはサーロインとかよりもやっぱ比較的さっぱりとした味わいなんで、この終盤のお肉としてはこういうもも肉ぐらいがね、個人的にはちょうどよくて、いやほんと品質が高いですね。もう焼き具合も完璧、表面がちょっとこう香ばしい香りを発していて、でこの珍しいこのカカオですよね。カカオのソースをちょびっとつけて食べてみます。あーうまいっすね。まあカカオはね、ワインとかともマッチするフレーバーなんで、牛肉もねワインとマッチするフレーバーで、あんまりチョコレートとこの牛肉っていう組み合わせは想像ができないですけど、意外とやっぱ合うんですね。この甘みのある牛肉にちょっとビターな風味が付け加わっていいアクセントになってます。うまい。お野菜もいただきます。椎茸めっちゃうまいな、これ絶妙な焼け具合で香ばしくてステーキですね、これ ね、うん、ステーキみたいな、ジューシーさがあるわ、椎茸うまっ。絶妙な塩加減でお酒が進む。いやーうますぎるわ、これは最高。こちら締めのお料理ですね。キハダマグロの漬けで、その下がお焦げですね。で、こちらが魚のお出汁で取った出汁をですねかけていただいて、はい、お焦げが柔らかくなるまで少しお待ちいただいて、一緒にキハダマグロと食べていただければなと。はい、ありがとうございます。はい、こちらもちょうどあの先日ですね、漁師さん、地元の漁師さんから取れたよっていうお電話いただいて、はい、13キロぐらいの個体なんですけど、結構しかも取れたてなので、そこからまあ少し熟成かけた後にあの今日お出しさせてもらってるんですけど、はい、締めでこれマグロが出てくるって贅沢すぎませんか。まずはマグロから。いやうまいなこれ、キハダマグロ。やっぱね、和歌山はマグロ、それこそ那智勝浦があるからめっちゃうまいですからね。マグロとかカツオとかの品質が、以前那智勝浦の宿泊まった時めっちゃ高いなってもうびっくりしたんですよ。いやこれはうまいわ。でこのだしとお焦げっていうのも珍しいですよね。これは、なんて言ってないんだろう、この出汁がね、ちょっと白濁してるじゃないですか、色合いが。ちょっとこう和風の出汁にミルキーな風味を付け足したような感じですね。なんか若干豚骨の感じ。そう、うん、ほんと薄い豚骨みたいなね、ちょっとこうミルキーさがあるから、いや、うまいですね、これも。お刺身だから日本酒が進みます。デザートになってます。はい、下の方に濃厚なバニラのパンナコッタを敷いてまして、その上にバニラのジェラート、それから上にクリームソーダのスプーン、ちょっと泡状のクリームを絞ってます。で、周りに、マスクメロンのコンポートにした丸くくり抜いたメロンですね。それからフランボワーズとブルーベリー、それからちょっと周りにあのメロンの果肉で作ったソースと一緒に
添えてますので、お召し上がりくださいませ。いやこれすごいですね。なんか見た目普通に上にアイスが乗ってるデザートかなって思ったんですけど、説明聞いたらめちゃくちゃこだわってますね。うん、何これ、あーすごいねこれ。これ、うん、上にこのクリーミーな味はもちろんあって、でこのしっとりと滑らかなパンナコッタで、一番下にこのたどり着いた時にこのソーダエスプーマがすごい一気にシュワーってこう口の中で泡立っていく感じが、そのメロンソーダっぽいといえば確かにそうかもしれない。もう超上品なメロンソーダを口にした感覚っていう、はい、そんな感じですね。いやこのソーダがすごいわ本当に、すごい、ね、一気に広がっていく、ね、面白い。本当にそのメロンソーダをイメージしたって言ったけど、それをこの上品なこのパンナコッタとかね、そのなんかフレンチっぽいやつでこう再現してるのがいやアーティストですねやっぱね、料理人は。どうすかさん、どうですかこのデザート。やばい、めちゃめちゃ美味しい。何これ、メロンクリームソーダが食べ物になったんですよ。本当ですか。いや革命ですよ、これ人類史上に残る革命ですよ、これは。なんか今までで一番デザートで興奮してますね。うん、これは興奮します。これやばい、これあの夢がなんか子供の夢ですよね。プッチンプリンを初めて超えた、あの夢の食べ物。プッチンプリンを初めて超えた僕ね、あの世界で一番美味しい食べ物はプッチンプリンだと思うんですよ、ね、なるほどなるほど、うん、あのシンプルな美味しさ、ね、プッチンプリン、うん、それを超えた。いや本当に美味しい料理ばかり、ごちそうさまです。ありがとうございます。なんかこうコンセプトというかどういうあれで組み立ててますか。僕がずっとあの料理をあのしてきた場所が最初フランス料理をしてまして、でちょうどその当時シェフがポール・ボキューズさんっていうフランスの三つ星の料理長の初代の日本の店舗の総料理長をされてた方で、その方一緒にお料理させていただいて、ただ2番手に和食の料理人さんがいておられまして、でレストランのスカイツリーの展望台デッキの中にあるお店で、少しこう和と洋融合という形の、でもそういうところで僕もあの勉強させてもらってたので、まあ、海外の方もよく来られるというのもあって、少し和の要素も入れつつ、まあ、洋のもうちょっと盛り込んだ料理のコースの仕立てにはなってますね。確かに和洋の融合したものばっかりで面白かったですね、はい、なかなかあの好き嫌いと言いますか、はい、まあ、ちょっと奇抜やなって思うのもあるんですけど、まあ、うちの社長も結構奇抜なので、はいはいはい、まあ、どちらかというとこうシンプルというよりかは、うん、あこういう組み合わせするんやとか、うん、まあ、ちょっと驚きのあるような、まあ、料理ができればいいかなというのは。なるほど、いいですね、はい、全部驚きしかなかった初めての味だね、うん、そうですね、全部、はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。いやお料理美味しかったですね。まあ、さっきシェフの方にたくさん説明してもらったんで、僕からあんまり説明はいらないと思うんですけど、やっぱりねこういう和洋が融合したコース懐石料理っていうのは他では味わったことがないようなものがたくさん出てくるんで、本当に面白いですよね、このお食事の時間が。で和歌山はやっぱ素材もね素晴らしいものがたくさん取れますし、その素材の旨味もしっかり引き出したお料理が味わえて、いやこれは満足度高いですね。ドスコイさん大満足のようです。はい、特に最後のクリームソーダ、もう革命でした、一生忘れません。なんか序盤も結構興奮してますよね。そうです、一番最初のもねすごかったですよね、あのドバイのあの小屋ドバイを思い出す、あの出汁の感動したのをちょっと今思い出しました。一緒にあのドバイ行った時にね、あの世界的に評価の高いね小屋ドバイっていうところに行ってね、その時に食べたのと和洋が融合した、そうそうそう、似たような味を楽しめたって、それをなんか、ね、思い出しましたね。はいはいはい、分かった、アートですこの料理は、ぜひ、うん、来てください。一体何が始まるんだというふうに思うと思いますが、夕食後にこんな感じで巨大レーザーを使った演出があるんですよね。これはゲスト同士で行うサプライズメッセージをレーザー光線で流しています。
素敵なメッセージが目の前にたくさん流れていますが、温泉宿でこんな演出があるとは思ってなく、この驚きと感動でメッセージを見て涙するゲストもたくさんいるとのことです。一生忘れられない素敵な思い出をこのお宿で過ごしてほしいというお宿側の強い思いが感じられます。他のゲストの方々のメッセージを見るだけでも心が癒されるというか和みます。ちなみにこれはレーザー光線で作った最大の文章としてギネス世界記録に認定されています。これは他のどのお宿にもない素晴らしい演出ですね。はい、そして夜も温泉を楽しもうと思うんですけど、これ夜も雰囲気が素晴らしいんですよね。後ろのお部屋の明かりをすべて消したら月明かりだけでこの海の景色、そして温泉が見えるんですよね。月の光ってこんなにも明るいんだなっていうことがよくわかる。これは感動的な光景ですよ。まあ今はね、一応動画でしっかり雰囲気を伝えるために後ろのお部屋の電気つけた状態なんですけど、さすがにね、動画だと真っ暗にすると暗すぎて雰囲気が伝わらないとは思うので、でもね、肉眼だったら本当に全ての電気を消して月明かりだけでこの海の景色望むことができるんでびっくりですよ。まあ後ろのお部屋の光はね、奥の海まで届きはしないと思うんで、本当に明るく海を照らしてくれてるのがこれでもよくわかると思います。まあ、オーシャンビューの客室だったら夜は景色はあんまり楽しめないっていうケースが多かったと思うんですけど、ここのお宿は違いますね。こんなに明るく海を月が照らしてくれてるんで、でこの開閉式の露天風呂なんで、こうやってずっと上を見上げても空の景色を楽しむことができるっていうね。しかも真正面にこうやって綺麗に月を今望むことができてるんで、これは素晴らしいわ。今までいろんなお宿泊まってきたけど、こんなに綺麗な夜の海の景色は見たことないかもしれませんね。これはすごいわ。奥の方まで行ってみるとこんな感じで海の景色が見えています。やっぱ月明かりで空も少し青くなってるのもわかるかな、これ動画越しで。いやでもお昼もとっても静かだったですけど、夜も波音しか聞こえてこず、大自然の中で非日常空間を堪能できますね。奥の方には太平洋を航行する船の明かりも見えています。はい、おはようございます。翌朝になりました。昨日は結構いい感じに晴れてたんですけど、今朝は起きてみるとちょっと曇り空が広がっていますね。太陽の日差しは若干こう降り注いでる感じはあるんですけど、まあでも雨が降ってないだけいいかな。昨日ね、実は夜中の3時ぐらいに起きて、月明かりが完全に沈んだところで月の光がなくなると星空が綺麗に見えるかなと思って起きてみたんですけど、ちょっと曇り空が多かったんでね、星空は見えてはいましたけど、めちゃくちゃ綺麗に映ってたわけではなかったので、この雲がなければね、ここは周りにあまり光がない場所なんで、本当に綺麗に星空が望めるみたいです。あ、で今こっち側に大きなフェリーが見えてるんですけど、手前側はね小型ボートなんですけど、これ
見えますかね。ひときわ他の船に比べて存在感を放っていて気になったんですけど、オーシャン東急フェリーですね。東京港を出発して徳島を経由して北九州まで行くやつです。まあ、以前これ動画出してるんでよかったら見てみてください。やっぱり太平洋の大海原なんで、このオーシャン東急フェリーとか他にも多分東京九州フェリー、あと大阪から鹿児島に向かうサンフラワーとかも時間帯によっては船見ることできると思いますよ。あーでも結構離れた位置にあるんで、ゆっくりとのらりくらりとのんびり進んでいく感じがいいですね。やっぱりこの船の姿っていうのは。いやでもこの朝起きた瞬間外に出たら物音一つせずに自然の音しか聞こえてこないっていうのはやっぱ最高っすね。気持ちのいい目覚めです。では朝食です。朝の献立ですね、うん、まず真ん中のお鍋、温泉シャドシャドですね。温泉はい、湯豆腐なんですけれども、でお隣の上富田の方にあります岩田豆腐さんですねの絹ごし豆腐となっておりまして、で奥が一羽目のわかめですね。ちょっとまだ色が出てないんですけれども、うん、温鮮シャドシャドしていただくと鮮やかな緑色になりますので、うん、色合いをお楽しみいただければなと思います。でその下です。こちらが、串本町にあります尾崎の干物さんというところ、干物屋さんから、まあ、お届けしていただいているサバのみりん干しですね、はい、じゃあ小鉢がお漬物ですね。梅干し、和歌山の梅干し、それから大根のお漬物ですね。魚の南蛮漬け、そしたら鯛ですね。和歌山の梅真鯛となってます。でお隣が黒毛和牛の牛しぐれとなってまして、で最後一番下がホタテ貝の青さと柚子胡椒和えになってます。でご飯とお味噌汁なんですけども、ご飯の方は兵庫県の丹波篠山に農家をやっておられます南波さんという方、純一米というコシヒカリなんですけれども、そちらのお米を使用させていただいております。いっていただきます。朝の一杯、まずは味噌汁から。中に磯が入ってて、ちょっととろみのある白味噌で美味しいですね。ご飯もすごいこだわりがあるコシヒカリって言ってましたね、うん、うまい。でこのお魚も干物屋さんから取り寄せたものということでね、素材にこだわってますね。これうまいな。身がプリプリで、みりんでこうほんのりと甘い味付けですね。上品な甘さ、ごまがちょっとかかってるんで香ばしさがあって、うまい。ご飯のお供で、これが牛しぐれとかがあるんですね。この辺の小鉢もうまいな。これイカ、うん、このイカいいね。磯とちょっと柚子みたいなのが入ってて、この辺の小鉢も一つ一つうまい。梅干しがやっぱり和歌山だけあってめっちゃうまいですね。これ全然酸っぱくなくて甘いからさすがだわ。温泉しゃぶしゃぶをしてたら、わかめの色がちょっと緑色に変わってきましたね。豆腐をこのタレかけて、うん、豆腐ふわふわでうまいですね。確かにこれみかんポン酢だからみかんの酸味がしっかり効いてるわ。熱々でうまい。豆腐もわかめもめちゃくちゃでかいなこれもういけるよな。すごくボリュームのあるねっとりとしたわかめですね。これはいや、これ朝ごはんにちょうどいいな。全部さっぱり優しい味付けで、お魚ベースでね、全然重くないし、個人的には朝ごはんは量的にこれぐらいがちょうどいいというかちょうどいいです。ちょっとビュッフェとかだと食べ過ぎちゃって朝から動けないってなっちゃうことが多いんで、これぐらいの適量で質のいいものを食べられるっていうのがいいですね。波音を聞きながら。で食後はコーヒーや紅茶などを出してくれますね。で思ったんですけど、目の前扉がガラス張りになっていて、これが反射するようになってるんで、こんな感じでこっち側の席にいたとしても海の景色を楽しみながらお食事することできるんですよね。